はい、どうも、ルーでございます。モンストです。モンストはもうだいぶ出してないんですけど、まあ俺下手くそなんで出さないようにしてるんですけど、まあ今回ね、 SAO コラボが第2弾復刻第2弾ということで、ちょっと久しぶりにね、運極とか目指していこうかなと思っております。この子は星5、星4か。ここら辺からかな、星5は。そうだね。これアドミニスタレーターはあれだよね。時間限定の降臨だよね。これは優先してやんないといけないですよな。これ何これ？タイムシフト。すごいな。はい。というわけで、まあ、一応このアスナ&キリトとかは、運極してたりするんで、まあ、そこら辺をちょっと、サブもね、ちょっと何か運極が欲しいなってところなんで、サブと一緒にマルチやって、まあ、頑張っていこうかなと思っております。しばらくちょっとやっぱりログインの前回いつ引いたかな、忘れちゃったな。前回なんかで引いたんだよな。それでちょっと石の数が少なくなっちゃってんだけど、並び替え、取得順、あれ、これは復刻、あれ、ユージュンになっちゃった。復刻ですね。じゃあ、これを目指していけばいいのか、今度は。ユージュン&キリト。アスナ&キリトがいきなりユージュンになっちゃったからビビったわ。エヴァか。エヴァコラボ引いたんだ。エヴァコラボなんか出たんだっけな。そうか、アスカーが出たのか。アスカウリエル。あとなんだろう。あとは出てないのか。まあ、これでちょっとがっつり引いちゃったんでね。ないって感じですね。はい。じゃあ引いていこうか。とりあえず重心化してるキャラ持ってるかなと思ったら持ってなかったんですよね。だからどうしようか悩んでんだよね。このユージオとシンセシアスサーディ、アリスシンセシアスサーディ欲しいしな。あとメルクーリさんも欲しいよな。こっちでも一応出んだよね。ここら辺も、まあ、75までは上げたいね。で、提供割合が、こっちだと、アスナ、シノン、キリトが 0.6%。で、他の、やつが 0.0019% だから、星、割れたら、割れたらって言い方もおかしいけど、ほぼほぼここは出てくるはずなんですよね。シリカン&リズベット低いね。8.7%。リーファーも。どうしよっかな。とりあえず10連こっちで引いてみっか。20連しかないからね。まあでも、1個溜まるかな、これ。溜まんねえか。いきます。確定演出ってね、ほんと出たことないんだよね。出ないね。なんで俺確定演出出ないの？なんか音が遅れてない？
はい。いらっしゃい、お嬢様たち。いやー、厳しい。世の中厳しい。もう一回行くか。やっぱ獣神化の方が欲しいしな。アスナ・シノンが欲しい。なんか音が遅れてんなぁ。あー、カーディナル。そっか、こっちでも出るんだよな。ダメだ、大爆死だ。くそー。これでアスナかシノ頼ます。よし、オッケーオッケーオッケー、ありがとうございます。なんとか最低限来ましたわ。獣神化できる。あー、よかった。で、次はちょっとサブ端末で引いていきたいと思います。まあ、とりあえずアスネが出たからもうこれ以上引くことはないかな。よいしょ。なんか音が遅れてるよね。何なんだろう。あー、これ iPhone7 だからか。これ iPhone7 だとね、あれなんだよね、割合が違うじゃないですか。ちょっとめんどくさいよね。おっ、オッケー。いきます。こっちは SAO のキャラは持ってないはず、多分。キリト・アンダースナー5体。5体じゃな、しゃあないよな。よし、こっちも獣神化狙いでいこう。ほっ、ほっ。いや、ほんと出ないね。ストライクショットって聞いた覚え一回もないもん。おお、マジか。あざっす。星6。カーディナル。まあ、やっぱり別々のキャラが出る方がいいよね。リーファー。すごいな。はいはいはい、お嬢様方。お、すごい。5回連続。おー、リズベット。その後はなんかもうなんかよくわかんないことになってるな。いきます。たまんないな。でも 0.6% 出たからね、結構美味しいっすね。止まれば星5以上。やばい、リーファーだらけ。リーファーに愛されらしい男。てか、すげえな、リズベットとシリカ、結構出たね。確率低いのに。リーファすげえ出たな。
スピードホリック、ビーファン。ちょっと見てみよう。せっかくだから能力を。あった。レベルアップ。え、重心化できんの？マジで知らんかった。超反射ダメージウォール、反アープ、バープ、弱点キラー、バイタルキラー。もうちょっとよくわかんないわ。バイタルキラー、残り瞳だが 50% 以上ある敵に対して攻撃は 1.5 倍になる。あー、超ダンチダメージウォール、攻撃力アップすんの。へえ、全然わかんねえや。友情コンボが2つあると。聖護騎士長ベルクーリー新設スマン参る。うん、まあいいんじゃないかな。これは、これ何、この木は。ギガスシダーを取り戻して。おお、ユージアンドキリほど解放しよう。いや、ちょっと面白そう。なんかレベル3だし、いきなり。8月5日まで。はい。というわけでね、モンストやってまいりました。まあ、メインはアスナが出て、なんだっけ、クーリオじゃなくて、クリスター。アニメをまだちゃんと見、アニメは見てないですね、まだ。ベルクーリか。ベルクーリ出ました。はい、ちょっとこれでね、頑張ってやっていきたいなと思いますんで、もしよろしければ、応援よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。